皆さん今見ましたか？ヤモちゃんがついに割り箸からですね、箸渡し、この箸で今餌を食べてくれましたよ。ヤモちゃん、お腹空いとったんやな、やっぱりな。昨日は太郎に食われたでな、かわいそうに。太郎が食ったでな、ヤモちゃんの餌を。美味しいかい？食っとる。ヤモちゃんが食べてますよ。おお、食べた。満足そうな表情してますね、ヤモちゃん。よかったー。もっと欲しい？なんかもっとくれっていう目をしてますね。ちょっと待ってくれ、ヤモちゃん。ヤモちゃん、おい、食べていいよ。食べな。箸を噛んじゃったな、今な。ヤモちゃん、話すよ。太郎もね、やっとるでね。ちょっとなるべく奥に。この角度きつい。ヤモちゃん、食べてくれよ。太郎に食われるねよ。あ、ヤモちゃん。早くは太郎が食うよ。警戒しとる場合じゃないよ、ヤモちゃん。あら、ちょっと僕箸で結構角度きつくて力んだせいか、コオロギが弱っちゃってますわね。これ生きた虫しか食わんのですよね、コオロギが。これ山ちゃん、どうした？フラッシュが眩しくて見えてないのか、ちょっと離れてみましょうかね。やっぱフラッシュが眩しくて見えてなかったのか。太郎もこれ目の前にいるんですけど、ヤモリがちょっとすごいんで、太郎ムカツには近づけないですね。まあこれ多分太郎が食っちゃうな、この距離感だと。あ、やっぱり太郎が食っちゃった。ヤモちゃん、あ、太郎昨日からむちゃくちゃ食っとるな、この人。あんたすごいな、やっぱりな。今度こそヤモちゃん、食べたー、ヤモちゃんが食べたー。あー、よかった。これで2、3日安心ですね。ヤモリもこれでコオロギ2匹食べた計算になるんで、まあ、今はちょっとこの隙間で安心して食べてもらってますね。食べましたね、ヤモちゃん。太郎越しにこう、ちょっとヤモリを食べた。よかった。ヤモリに餌をあげ出したら結構アマガエルが集まってきました。君たちはまだ探せばおるでね。例えばこことかね、これ多分コオロギだと僕は思ってます。ヤモちゃん、よかったね、食べれてね。まあ、今日はおしまいだよ、ヤモちゃん。また明日な。お、ペロペロした、出しとるな。また水飲みに来いよ。はい、今日
今日の撮影はこんなところで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。